ビルヘルム2世は、第9代プロイセン王国国王、第3代ドイツ帝国皇帝。全名は、フリードリヒ・ビルヘルム・ビクトル・アルベルト・フォン・プロイセン。プロイセン王子フリードリヒと、イギリス王女、ビクトリアの長男として、ベルリンに生まれる。1888年に、祖父ビルヘルム1世、父フリードリヒ3世が、相次いで崩御したことにより29歳で、ドイツ皇帝。 プロイセン王に即位した。祖父の知性において、長きにわたり、最小を務めた夫、夫をホンビスマルク公爵を辞職させて、申請を開始し、知性前期には労働者保護など社会政策に力を入れ、社会主義者鎮圧法も延長させずに廃止した。しかしその後保守化を強め、社会政策にも消極的になっていった。1908年のデイリー・テレグラフ事件以降は、 政治的権力を大きく落とした。一方外交では一貫して帝国主義政策を推進し、海軍力を増強して新たな植民地の獲得を狙ったが、イギリスやフランス、ロシアなど他の帝国主義国と対立を深め、最終的に第一次世界大戦を招いた。オーストリア・ハンガリー、オスマントルコ、ブルガリアと同盟を結んで、イギリス、フランス、 ロシアを相手に4年以上にわたって消耗戦、総力戦で戦うこととなった。1916年にパウル・フォン・ヒンデンブルク元帥とエイリ・ヒルーデンドルフ不評代償による軍部独裁体制が成立すると、ほとんど実権を喪失した。大戦末期には膨大な数の死傷者と負担に耐えきれなくなった国民の間で不満が高まり、ドイツ革命が発生するに至った。 革命を鎮めるために立憲君主制へ移行する憲法改正を行ったが革命の機運は収まらず結局オランダへ亡命して退位することになったそのままなし崩し的にドイツは共和制へ移行しホーエンツォレルン家はドイツ皇室プロイセン王室としての歴史を終えたビルヘルム2世自身は戦後もオランダのドールンで悠々自的に暮らし ドイツ国内の停政復古派の運動を支援した。1925年にドイツ大統領となったヒンデンブルクは停政復古派であったが、ドイツ国内の議会状況から停政復古は実現せず、最終的に判定制派のアドルフ・ヒトラーによる独裁体制が誕生したことにより福井の可能性はなくなった。独祖戦を目前にした百四十一年六月四日に、 ドールンで成去した。1859年1月27日に、プロイセン王国首都ベルリンのウンターデンリンデンの皇太子宮殿に生まれる。時のプロイセン王の老いである、フリードリヒ王子とその日、ビクトリアの間の第一王子だった。3月5日に洗礼を受けて、フリードリヒ・ビルヘルム・ビクトール・アルベルトと名付けられた。フリードリヒやビルヘルムは、 ホーエンツォレルン家の伝統的名前であり、ビクトールとアルベルトは祖父母にあたる、英女王ビクトリアとその王派アルバートからもらった名前である。ポツダムの宮殿で育てられることとなった。ビルヘルムは、坂後であり、南山で生まれた。後遺症で、左半身に障害があり、平行感覚に難があった。ビルヘルムが生まれた年、プロイセン王は、 ビルヘルムの王子にあたるフリードリヒ・ビルヘルム4世であったが彼には子がなくしかもこの頃には重度の精神病を患っていたので王廷つまりビルヘルムの祖父であるビルヘルム王子が拙将としてプロイセンの統治にあたっていた祖父は1861年に正式に第7代プロイセン王に即位し1862年に オットー・フォンビス・マルクを最小に認じて小ドイツ主義のドイツ統一事業を推し進めていった。幼い頃から負けん気が強かったと言い,い、幼いビルヘルムを見たロシア帝国外相、アレクサンドル・ゴルチャコフは、幼いホーエンツ・オレルンは、プロイセンの歴代国王の中でも、最も異彩を放つであろう。やがては、ドイツの中心機関となって、世界にその大脅しを示すに違いない。 その時期が到来する時には必ずヨーロッパを驚かせることをするだろうと予言したという。また幼い頃から会場に興味を示し、7歳の頃には水兵たちから海の伝説について興味深そうに聞いていたという。カルバン派のゲオルク・ヒンツペーター博士が教育係となり厳格な教育を受けた。しかしインテリであった母ビクトリアはビルヘルムに非常に 多くのことを要求したため、母からの評価はいつも低かったという。また彼女はビルヘルムが身体障害者であることも密かに嫌っていたという。これが母への憎悪、ひいてはイギリスへの憎悪につながったと言われる。1869年1月27日に10歳の誕生日を迎えると第一子の F 票連隊に入隊し、少尉に任官した。 ポツダムのこの絵商工団に囲まれて、フリードリ・ヒダ王ー以来のプロイセン軍国主義に深く浸水していった。しばしばイギリスの自由主義的な制度を称えたがる、イギリス女のビクトリアは彼らこの絵商工団の像の対象であった。1870年に不屈戦争が発生すると、ビルヘルムも従軍を希望したが、年少すぎるとして認められず、軍人としての無念さを訴えていたという。 夫婦戦争中の1871年1月18日に祖父であるプロイセン国王ビルヘルム一世がドイツ皇帝に即位しドイツ帝国が成立した。この直後にビルヘルムが12歳になると母同様に自由主義的だった父、フリードリ飛行大使は私の後継ぎとして公平虫になることを希望するとしてビルヘルムを普通の児童が通う。 小学校に入学させることを布告した。ビルヘルムは小学校を卒業後、1874年にカッセルのビルヘルムス兵への離宮に移り、同じく普通の子供たちが通う同地のギムナジウムに入学した。ビルヘルムが普通の児童の学校へ通うことになったのは、ヒンツペーター博士と母、ビクトリアの相談の結果であるという、市民的な教育を与えるためであったが、 保守的なビルヘルム一世や帝国最小夫フォンビスマルク公爵はこれに反対していた。学校での教育のほか、ヒンツペーター博士の教育も続けられた。フェンシング、乗馬、製図の訓練もあり、朝5時から夜10時まで続くという過密教育だった。学校の成績は上位であり、1877年1月にギムナジウムを卒業した時には、 第10位の高成績であり、表彰も受けている。とりわけ語学に優れており、英語とフランス語を自由に扱えるようになり、キリシア語の古典もよく読んでいた。ビルヘルムと母、ビクトリアの関係は悪化の一図をたどった。ビクトリアは息子について、旅行しても博物館には興味を示さず、風景の美しさにも価値を見出さず、まともな本も読まなかった。ビルヘルムには、 謙虚さ、善意、配慮が欠けており、彼は高慢で、エゴイストで、心がぞっとするほど、冷たいなどと酷評するほどだった。ビスマルクは、ビルヘルム一世が崩御した場合、自由主義的なフリードリ飛行大使やビクトリアの下で、帝国が自由主義化することを懸念していた。そのためビスマルクも、このビルヘルムとビクトリアの争いを、ドイツの真の継承者対、イギリス女として煽り、 ビルヘルムに、イギリスや自由主義への敵意を強めさせることに努めた。祖父ビルヘルム一世もプロイセン保守的な人物で、あったから自由主義的な息子フリードリヒよりも保守的に育っていく孫ビルヘルムに期待しており、ビルヘルムは祖父から大変に可愛がられた。ビルヘルムも父ではなく、祖父を模範として育っていった。祖父ドイツ皇帝ビルヘルム一世から、 クロワシ勲章を受訓するビルヘルムを描いたエミール・ドプラーの肖像画。1877年1月に18歳に達して成人した。祖父ビルヘルム一世よりプロイセン最高勲章であるクロワシ勲章、祖母ビクトリア・エジョーよりイギリス最高勲章であるガーター勲章を授与された。10月にボン大学に入学した。2年の在学中に国際法、哲学、 文学、経済学などを学んだ。大学在学中の1878年9月に放映し、ビクトリア女王の越見を受けた。この頃、シュレースビヒ・ホルシュタイン公女アウグステ・ビクトリアとの結婚を希望するようになったが、ホルシュタイン家はドイツ帝国建設にあたって排斥を受けた家だったので反対が根強かった。これに対してビルヘルムは、この結婚が成立すれば、 ホルシュタイン家のホーエンツォレルン家への悪感情も消えるであろう。ドイツ帝国のためこれほど喜ばしい婚姻はないではないか。と反論し、婚姻を認めさせたという。1880年6月3日に婚姻は成立し、1881年1月27日に挙式した。二人はポツダムのダイリシミア殿で新婚生活を始めた。 彼女との間2882年5月6日に長男ビルヘルムを設けた。その後も次々と子をなし、計7人の子に恵まれた。ビルヘルムは保守的なこの衣装公団に影響を受けながら成長し、また同じような政治傾向を持つフィリップツー、オイレンブルク伯爵をはじめとするロマンチックな若手グループと親しい付き合いがあった。このオイレンブルクとは同性愛の関係であったという。 皇帝となった後、ビルヘルム2世は、オイレンブルクの尺を白尺から公尺に昇進させ、オイレンブルクの所領、リーベンベルクによく足を運び、そこで狩猟と同性愛を楽しんだという。この地は、リーベンベルクの円卓と呼ばれ、ここから政治決定が行われる場合も多かったという。しかし初めのうちオイレンブルクは政治に関わりたがらず、 二人の関係にいち早く気づいた灰色殿下の異名を持つ外務省参事官フリードリヒ・アウグストフォン・ホルシュタインがオイレンブルクを通じてビルヘルムに影響を及ぼしていた。ホルシュタインはロシアとオーストリア・ハンガリーを同時につなぎ止めようとするビスマルク外交を冷ややかに見ていた。また後のナチスに告示した反ユダヤ主義政党、キリスト教社会党指導者の牧師、 アドルフ・シュテッカーも、宮廷説教師として、ビルヘルムに影響を与えた。シュテッカーによれば、君主には、大衆と王権を和解させる社会的使命があり、それは、キリスト教と連携を組み、近代資本主義の弊害とその権下である、ユダヤ人を排斥することによってのみ達成されるのだと、いう。これはすなわち保守派と中央党の連携を訴える、主張であり、 保守派と自由主義者の連携によるカルテル政治を行うビスマルクを否定するものであった。ビルヘルムは友人のアルフレート・フォン・バルガーゼー将軍の邸宅で開かれたシュテッカーの集会に参加して話題になった。これに対してビスマルクはビルヘルムに、殿下は後位継承者として早くも世論から特定の党派に属しているとみなされないよう注意しなければならない。 自由主義の時代もあれば、反動の時代もあり、また武力支配の時代もあるだろう。支配者たる者は、君主制を危機に陥れぬために、そのような事態の移り変わりに備えて、行動の自由を残しておかなければならない。という苦言を提している。1888年、即今もないビルヘルム2世1888年3月9日に、祖父である、ドイツ皇帝。 プロイセン王ビルヘルム一世が91歳で、崩御した。父フリードリヒ皇太子が、フリードリヒ三世として、ドイツ皇帝、プロイセン王に即位し、ビルヘルムはその皇太子となった。しかし、フリードリヒ三世は、即位時すでに不治の病にかかっていた。フリードリヒ三世は、ビスマルクの片腕である保守派の内相、ロベルト・フォンプットカマーを解任し、 自由主義者としての教示を示した後、6月15日に在位99日にして崩御した。皇太子ビルヘルムが直ちに即位し、ビルヘルム2世として第3代ドイツ皇帝、第9代プロイセン王となった。当時29歳であった。帝政ドイツでは議会に比べて皇帝に大きな権力があったため、国政には皇帝の意志が大きく反映された。そのため、 ドイツ皇帝位は世界で最も力のある玉座とも評されていた。即位したばかりの頃のビルヘルム2世は、破棄満々で、申請を決意していた。ホーエンツォレルン家の使命に背を向けた自由主義者の父が、早く亡くなり、自分が若くして皇帝となったことを運命的に捉えていたという。ビルヘルム2世は、父の法御を知ると直ちに、ポツダムの父の宮殿に軍隊を派遣して、 宮殿を包囲し、母、ビクトリアを一時的に遊兵している。これは、父フリードリヒ3世が、ビルヘルム2世の政策や性格を批判している日記をつけていたためという。それを知っていた、ビルヘルム2世は、母ビクトリアがイギリスか市民にその日記を漏らすと疑っていたらしい。また、ビルヘルム2世は父に解任された、プットカマーを内省に戻そうと考えていたが、ビスマルクが、 若い君主は先代に拒否されたものと関わるべきではない、として反対したため囁みとなった。内政最小、ビスマルク時代英国史、パンチのビスマルク辞職を描いた、し絵、水崎案内人の下船1889年5月に、ルール地方炭鉱の労働者が大規模なストライキを起こした。これに対してビスマルクは自由主義ブルジョアが、社会主義勢力をもっと危険視するよう紛争の、 解決は当事者に任せようと考え、私有財産保護のために警察と軍隊を投入する以上のことは何もしなかった。一方、ビルヘルム2世は事前通告なしで突然に閣議に乗り込んで経営者たちを批判して労働者支持を表明した。5月14日にはベルリンを訪れた3人の工夫代表者を引見し、ドイツ社会主義労働者等の先導に乗って、 公共の安全を脅かす行為はやめる、よう要求する一方、彼らの陳情によく耳を傾けた。企業家たちに対しては労働者の賃金上昇に応じるよう求め、応じないのであれば治安維持に当たらせている軍隊を撤収させると脅しつけた。またこの地域の軍司令官の報告書を読んで、ベストファーレン県知事ロベルト・エドアルト・フォン・ハーゲマイスターの対慢と断じて、ビスマルクに その鋼鉄を命じた。ビルヘルム2世は、ストライキと社会主義労働者等との関連性を否定し、またストライキが長引けば石炭が不足し、安全保障にも影響すると懸念していたが、ビスマルクはこの争いを期限切れが迫っている、社会主義者鎮圧法更新のための社会主義勢力への攻撃材料にすることにのみ、先進していた。ビスマルクは、 毎年数ヶ月は領地へ帰る癖があったが、この年も6月には領地へ帰り、翌年1月までベルリンを不在にした。この間に、ビルヘルム2世は、対ロシア教硬派のバルダー税将軍や、外務省参事官ホルシュタイン、反ユダヤ主義者のシュテッカーなど、ハンビスマルク派の影響を強く受けるようになった。またヒンツペーター教授は、社会問題に、積極的に取り組むべきだと説いていた。 ビルヘルム2世は、ヒンツペーター教授をはじめとして労働者問題に、通じた指揮者を助言者にして労働者保護直例の準備を開始した。しかし、ビスマルクの方向性は、それとは正反対であり、彼は期限切れが迫っている、社会主義者鎮圧法の無期限延長法案を10月に帝国議会に提出した。1890年1月24日の、 午前会議において、ビルヘルム2世は再び、ドイツ企業家が、労働者を、レモンのように絞っていることを批判し、私は、貧者の王たることを発すると宣言した。ビルヘルム2世は、社会主義者鎮圧法について、追放条項の削除を求めてビスマルクと激しい論争をした。ビルヘルム2世はビスマルクが、社会主義者鎮圧法秘訣に乗じて、 内乱を起こそうとしていると感じ、我が知性の初期が、新民の地で染まることを望まないと釘を刺した。1890年2月1日には日曜日、労働の禁止、女性や少年の夜間労働、地下労働の禁止、労働者保護国際会議のベルリン開催の呼びかけなどの条項を含む労働者保護直例の2月直例が発せられた。 保守的なビスマルクはこの直例に反発し、社会問題はもはやバラ降水で解消できない。鉄土地で解決されるなどと述べた。ビスマルクはこの直例への復唱を拒否した上、ベルリン労働者保護国際会議の開催の妨害工作を行った。この件で、ビルヘルム2世はビスマルクに決定的な嫌悪感を持ったという。年月日の帝国議会選挙は、 ビスマルクを支えるカルテル3党の敗北に終わった。ビスマルクは先の帝国議会で否決された社会主義鎮圧法を再度提出し、また否決確実の軍政改革法案も一緒に提出して議会との紛争状態を作ることでクーデターを起こすことを計画した。さらに3月2日の閣議でビスマルクは ビルヘルム2世を封じ込めようと1852年プロイセン閣議命令の順守を閣僚たちに求めたが、これにビルヘルム2世は激怒し、3月5日にブランデンブルク州議会での演説において、私の行く手を遮る者は粉砕すると宣言した。ビスマルクを切ることを決意したビルヘルム2世は、ビスマルクに帝国議会との協調の上での法案を成立させる。 とことを命じることで、彼の企むクーデタの道を塞ぎ、1890年3月18日に、ビスマルクを辞任に追いやった。ここに1862年以来のプロイセン最相、1871年以来のドイツ帝国最相であるビスマルクは退任した。即位前のビルヘルム2世は、ドイツ帝国の建設者であるビスマルクを尊敬していたが、 即位後には神聖に邪魔な存在となっていた。ビルヘルム2世は、老いた水崎案内人に代わって私がドイツという新しい船の到着証拠になったと述べ、これによって社会主義者鎮圧法は延長されないことが最終的に確定されると同時に、世界政策と呼ばれる帝国主義的傍聴政策が展開されていくことになる。しかし、 列強の既得権とぶつかるこれらの政策は、軍事力を背景に、露骨な G 行動を通して実行され、ロシア帝国やイギリス帝国との関係を悪化させる、ことになる。最小カプリビ時代、ビスマルクの公認のドイツ帝国、プロイセン王国最小には、海軍大臣、レオフォンカプリビが認じられた。彼は、不屈戦争で活躍した軍人であり、 政治家経験はなかったが、人望が厚く、老皇帝ビルヘルム一世もビスマルクが辞職する日が来た時には公認の最小にと考えていた人物であった。ビスマルクも辞職の際に公認の最小として彼を推挙している。またカプリビはホルシュタインが影響力を持っている人物でもあり、ホルシュタインとビスマルクの妥協の人事であったとも言える。ィルヘルム二世と カプリビはビスマルク時代と方針を転換して労働者保護政策を推進した。この方針転換は進行路と呼ばれた。1890年5月に労働裁判所に関する法律と営業条例改正に関する法律の法案を帝国議会に提出し、1890年6月に労働裁判所に関する法律がほぼ修正なしで決議された。 これにより労働葬儀を調停する裁判所が設置されることとなった。この労働裁判所は、陪審員が雇用者と労働者の代表から半々ずつ出され、労働者が労働葬儀に際して雇用者と対等の立場で議論できる画期的な制度であった。営業条例改正法案の方は1891年に成立し、これは2月直例で予告した日曜労働の禁止。 女性の夜勤の禁止、13歳以下の少年の労働の禁止、また16歳以下の男女の労働時間の上限を、それぞれ10時間、11時間に制限し、現物賃金支払いも禁止するものだった。こうした新航路政策が行われた背景には、与党、カルテル3党が、ボロボロになった今、左派自由主義勢力と中央党を懐柔したいという思惑があった。 そして労働者をドイツ社会民主党から切り離し、政府を支持させる意図があった。しかし、カプリビは1892年初頭に帝国議会第一党であるカトリック政党中央党に迎合するため、ビスマルク時代に徹底的に分離された教育と教会を再び結びつけようとして、カトリック教会の教育への介入を大幅に認める学校教育法の法案を議会に提出した。 これは、議会内の自由主義勢力の激しい反発を招き、廃案に追い込まれた。ビルヘルム2世もカプリビの提出した、この法案に対して、絶対反対の立場を示した。これは、フィリップ2・オイレンブルクが、ビルヘルム2世に、学校教育法は、中道政党と共同して行うべきで、自由主義勢力の怒りが、 訂正に向かって来ないようにしなければならないと手紙で書き送ったためであるらしい。この騒ぎで1892年3月にカプリビはプロイセン最小職を辞してドイツ帝国最小職のみに泊まることとなった。公認のプロイセン最小にはオイレンブルクの兄であるボートツーオイレンブルク伯爵が認じられた。ドイツ帝国最小とプロイセン王国最小職が分離したことは カプリビの権力を弱めることとなった。カプリビは1893年に小通商条約を可決させ、1894年にはロシアとの間に通商条約を結ぶなど自由、貿易政策を推進したが、農業関税引き下げに激怒した国内農業勢力の激しい反発にあった。新航路政策によって労働者が政府指示に転じると思っていた。 ビルヘルム2世だったが、彼はその効果をあまりに請求に求めたために効果が薄いと感じるようになり、進行路政策に疑問を感じるようになった。そこで、再び弾圧放棄路線に戻った。1894年9月、ビルヘルム2世と冒頭オイレンブルクは、転覆政党に対する戦いと称して、転覆防止法という政府への政治的反対行為の、 処罰を強化する法律を提起した。議会の反発を買うことを恐れたカプリビがこれに反対し、結局ビルヘルム2世は1894年10月26日にカプリビもボートも揃って最小職から罷免した。この決定もリーベンベルクにおいて、つまりオイレンブルクとビルヘルム2世によって決定されたようである。オイレンブルクは1894年初頭頃から ホルシュタインとビルヘルム2世の間を仲介しているだけの存在から卒業し、ビルヘルム2世に独立して影響力を発揮するようになっていた。カプリビ時代が終わると、新航路も終わりを迎えた。最初方園ローエ時代カプリビの公認として、ドイツプロイセン最小に就任した、クロートビシツー方園ローエシリングスフィルスト公爵は、 帝国議会をんじ転覆防止法案などの弾圧放棄はドイツ、社会民主党や中央党、自由主義勢力との不毛な対立を招くと反対していたのだが、彼は指導力がなかったため皇帝やその側近の意向を無視できない立場にあり、結局、転覆防止法案を議会に提出せざるを得なくなった。しかしすでに弾圧放棄思想は後退しており、そうした、 法案を議会で可決させるのは難しかった。1894年年末に帝国議会に提出された転覆防止法案は1895年5月1日に否決されている。1897年5月には法案を乱す恐れのある集会の解散を命じる権利を警察に認める内容の結社法改正法案がプロイセン王国議会会員に提出されたが、 やはり否決された。1899年6月に懲役法案と呼ばれた工場労働関係保護法案が帝国議会に提出されたが圧倒的多数でもって否決されている。弾圧放棄が次々と否決される中、皇帝周辺では議会に対するクーデターの噂が囁かれた。この噂は中央党を与党化するのに大きな効果があった。 中央党の与党下の最初の一歩は艦隊法であった。1897年6月にドイツ東洋艦隊司令官アルフレート・フォン・キルピッツが海軍大臣に任じられ、さらに10月にはオイレンブルクと親しい関係にあるベルンハルト・フォンビューロー伯爵が外相に任じられた。これらはビルヘルム2世の世界政策を推進するためにオイレンブルクが考えた人事であった。 ティルピッツが中心となり、大規模な県管計画が立てられた。それに基づいて1898年3月28日に第1次艦隊法、1900年6月12日には第2次艦隊法が帝国議会で可決された。第2次艦隊法では、現在27隻の戦艦を38隻に増強することが定められた。社民党は、 艦隊法を大工業の利益に奉仕するものとして批判していたが、中央党をはじめ多くの政党が賛成したために可決された。これは、ドイツ艦隊協会による大衆的圧力が各党にかけられていたためである。また、皇帝の議会に対するクーデターの噂を中央党が恐れていたことも背景となっていた。法演道へは1900年10月16日に、 老齢を理由に最小を辞することとなったが、中央党と政府の協力関係は、公認の最小ビューロー公爵の政権前半期にも、続く。最小ビューロー時代1905年、ビルヘルム2世1900年10月17日、外省ビューロー公爵が、公認のドイツプロイセン最小に就任した。 ビューローとオイレンブルクは同性愛関係さえ疑われそうな手紙をやりとりするほど親しい関係にあった。ビューローはオイレンブルクにビスマルクは権力そのもの、カプリビト法圓牢ー,エンローエは各家の前ではある程度議会や政府の代表者であると自認していました。私は自分を各家の手足であると思っています。私の代からいい意味において 陛下の指摘関係による高支配が始まったのではないでしょうか、などと述べている。ビルヘルム2世もビューローに大いに期待し、ビューローを私自身のビスマルクと呼んだという。ビューローの栄心の一方、オイレンブルクは次第に政治から遠ざかるようになっていった。1902年にはオーストリア大使の職も辞した。その後は1907年の失脚まで政治に関わる。 ことはほとんどなくなった。ビューローは初めて帝国議会第一党である中央党に依存することで帝国議会を安定的に運営していたが、ビルヘルム二世は政府が中央党に支配されるのを好んでおらず、また中央党内でもマテアス・エルツベルガーら左派政治家が政府に追従しすぎだとして党執行部への批判を強めていた。政府と中央党の関係が悪化していく中、 1904年にドイツ帝国植民地であるドイツ領南西アフリカでホッテントット族やヘレロ族が反乱を起こした。ビルヘルム2世とビューローは直ちに援軍を派遣して反乱を鎮圧させたが、1906年秋にその軍の駐留費として帝国議会に提出された追加予算案は社民党と中央党によって否決されたため、 政府は12月13日に議会を解散して、総選挙に打って出た。ビスマルク時代からの与党連合であるカルテル3党に加えて、左ハ自由主義3党も対外的問題や植民地政策については政府の方針を支持することを表明した。1907年1月に行われた選挙の結果、この6党は議会の過半数を獲得した。 選挙後に六党は連立するようになり、議会内にビューローブロックと称された一応安定した与党連合が形成されるようになった。とはいえ、サハ自由主義勢力は対外問題や植民地問題で政府を支持しただけであり、内政問題では政府とは依然大きな隔たりがあった。1906年4月28日にマクシミリアン・ハルデンというユダヤ人ジャーナリストが 皇帝の側近に同性愛者がいるという記事を発表した。続く一例の裁判の中でハルデンは、反ユダヤ主義的な国粋主義の同性愛者の一味が皇帝を操っており、強大な大国としての政治を不可能にしていると主張した。ハルデンは、ビスマルクやホルシュタインの証言をもとに、オイレンブルクを男色化として求断し、1908年5月8日にオイレンブルクが、 同性愛の容疑で逮捕されるに至った。その後、オイレンブルクは病気療養を理由に釈放されたが、この事件により完全に失脚した。ビューロをはじめこれまでオイレンブルクの恩恵に良くしていた者たちも一斉にオイレンブルクと距離を取るようになった。この一件はビルヘルム2世をかなり不安にさせたらしい。ビルヘルム2世はビューロに不信感を持つようになり、また、 皇帝権威を大きく失墜させる事件を起こしてしまう。1908年10月28日に、イギリス陸軍大佐、エドワード・ジェームズ・モンタギュース・スチュアートイコール・アートリーと、ビルヘルム2世のドイツの内政と外交について語った、対談が、イギリスの新聞、デイリー・テレグラフに掲載された。この対談でのビルヘルム2世の、軽口が、国内外で問題視された。帝国議会から、 皇帝の権力を憲法で制限すべきだという論議が、盛んになり、最小ビューローから模様をしてもらえず、窮地に陥った、ビルヘルム2世はこれを沈めるためビューローに対して、今後は憲法に則っ,って、政治を行うと約束する羽目となり、帝国議会の威信が強まった。以降、ビルヘルム2世の権力は事実上軍事に限定され、最小の権力基盤は皇帝から、 帝国議会多数派に移行していった。この件で、ビルヘルム2世はビューローを完全に裏切り者とみなすようになった。ビルヘルム2世はビューローを公然と腐れ肉などと呼ぶようになった。しかし、ビルヘルム2世の個人的統治の終焉は、ドイツ帝国に深刻な指導者不在の状態を招くこととなる。イギリスとの喧嘩競争によって、 巨額になり始めた財政赤字が深刻化するとビューローは相続税の対象拡大、消費税の値上げ、新聞広告税の導入などによって賄おうとしたが議会のあらゆる勢力から批判されビューローブロックは崩壊した。窮地に陥ったビューローだがビューローに反感を持っていたビルヘルム2世は彼を救おうとはしなかった。 ビルヘルム2世は1909年7月14日にビューローの辞表を受理した。公認のドイツ帝国、プロイセン王国最小には、テオバルト・フォン・ベートマン・ホルベークが任じられた。最小ベートマン時代、ビューローブロック崩壊後に誕生した、ベートマン内閣は保守党、帝国党、中央党を政府の支持政党として獲得し、国政ブロックを形成した。黒はカトリック、青は プロテスタントユンカを意味している。しかし1912年1月の帝国議会選挙で国政ブロックは惨敗し、社民党が躍進して帝国議会第一党に躍り出た。国政ブロックは崩壊し、帝国議会と政府の距離が急速に離れる中の1913年10月、サー・アベルン事件が発生した。軍の応募として大騒ぎになったが、最初ベートマンは、 陸将営利非本ファルケンハインの圧力を受けて軍の立場を支持したが、これに対して帝国議会は保守党を除く全政党が最小不信任を決議した。だがドイツ帝国においては最小の任免権は皇帝にあり、最小が議会の不信任決議に従う義務はない。結局ベートマンはビルヘルム2世の指示を得て地位を維持し、 事件に関係した軍人たちも処罰されることはなかった。しかしこの件で政府と議会に大きな亀裂が生じた。外交政策新鋭反路八百九十年六月十七日に切れる独労再保証条約の更新をロシア帝国は求めていたがビルヘルム二世はこれを拒否した。これは彼がロシアとの関係よりオーストリアやルーマニアとの関係を重視したためである。また、 ロシアと対立するイギリスを取り込む意図もあった。これにより、ロシアとフランスが接近を、はじめ、1894年には、露ツ同盟が締結されてしまった。当時のフランスは、不服戦争以来、エルザスロートリンゲンの奪還を狙って、反独姿勢をますます強めていた。露仏同盟はドイツを敵視したものであると同時に、イギリスをも敵視したものであった。フランスは、アフリカにおいて、 ロシアはアジアにおいてイギリスと植民地争奪戦を繰り広げていたからである。1890年7月1日にはドイツはイギリスとの間にヘルゴランド・ザンジバル条約を締結した。これを機にイギリスを三国同盟側に引き込もうという意図もあったが、それはイギリス側に拒否された。とはいえ親衛反路はこの後しばらくドイツの外交政策の基本方針となる。 エイ路の対立関係の中でどちらか一方にだけ、組み備というビスマルク時代の外交方針はここに破棄されたのである。イギリスとドイツの関係は、基本的には1897年頃までは悪くなかった。しかし、ビルヘルム二世は1894年11月に、ロシア皇帝に即位したニコライ二世とは、個人的に親しくしていた。二人は、 英語で手紙を送り合う親密な間柄だった。帝国主義とイギリスとの対立1890年のビルヘルム2世の肖像画ドイツはビスマルク時代にアフリカや太平洋地域において植民地を獲得していたがイギリスやフランスに比べると圧倒的に少なかった。そのためビルヘルム2世はより多くの植民地を獲得してドイツを日の当たる場所に導くことを目指した。 世界政策と呼ばれる傍聴政策が開始されることとなった。ビルヘルム2世が植民地拡大にこだわったのは派遣主義より非軍事的要因が大きかった。植民地政策は国民の関心を国内問題から対外問題にそらし、国内世論を統一する上で最も有効な手段であった。また、ビスマルク時代以降、ドイツは大きな戦争に巻き込まれることもなく、 産業化に成功し、経済規模は拡大していた。1875年に4200万人だった、ドイツの人口は1913年には6800万人に増加していた。この余剰人口を海外へ移住させたいという意図もあった。1890年に外務省内に植民地局を設置させ、1894年からこの局に植民地に関する全権を任せ、 植民地を一括管理下に置いた。1895年には、ロシアの求めに応じて、フランスと共に、日本に三国干渉をかけ、両党半島を清に返還させた。三国干渉はドイツにとって、極東進出の足がかりにするとともに、ロシアに極東の権益に関心を持たせることによって、ヨーロッパや中近東における同国の影響力を下げようという意味があった。 三国干渉後間もなく、ドイツに極東進出のチャンスがやってきた。1897年11月に三島省においてドイツ人カトリック宣教師が殺害されたのである。この事件を口実に清に遠征を行い、翌1898年に清から三島半島南部の甲州湾咀嚼地を獲得した。さらにこの直後に、 南太平洋のカロリン諸島やマリアナ諸島も獲得した。とはいえ、それ以外の植民地拡大はなかなかはかどらなかった。植民地拡大には何と言っても巨大な海軍力が不可欠であった。元来ドイツは陸軍大国であり、海軍は陸軍の付属的な存在とみなされて軽視されてきた。ビルヘルム2世はアメリカの海軍理論家。 アルフレッド・セイヤー・マハンの著作に強い影響を受けていたため、世界を制するには海を制する必要があり、それには巨砲を搭載した巨大戦艦が必要であると確信した。ビルヘルム2世は1896年1月18日の演説で、ドイツ帝国は今や世界帝国となった1898年9月23日の演説で、 ドイツの将来は海上にありと宣言した。1897年6月にアルフレート・フォン・キルピッツが海軍大臣に就任し、彼のもとで大規模な嫌韓計画が始動し、艦隊増強の指針を定めた艦隊法が制定された。これを恐れたイギリスも自国艦隊の増強を開始した。当時のイギリスの海軍力は世界最強であり、 ドイツがイギリスに対抗し得る海軍力の到達点は果てしなく英独両国の嫌韓競争は泥沼化することとなった。とはいえ、ドイツにとって艦隊とはあくまでイギリスにドイツ艦隊侮りがたしと思わせることで植民地争奪交渉を有利にするための政治的道具であった。したがって実際にイギリスに追いつく必要はないし、 イギリスに危険と認識させられれば十分であった。1900年以降のビルヘルム2世の世界政策は2つの方向性で行われた。一つはアフリカに大上民地を得ること、もう一つはバルカン半島や中近東など南東にドイツの勢力を拡大していくことであった。後者はドイツ、オーストリア、オスマン帝国の同盟によって、 経済的統一体を作ることを目指していた。その象徴がバグダート鉄道とサンバイト政策であった。ドイツは1888年にオスマン帝国からアナトリア鉄道の建設の特許を得ていた。1898年のビルヘルム2世のオスマン帝国訪問でドイツの中近東への進出政策は加速した。この訪問の際にビルヘルム2世はドイツは 全世界三国のイスラム教徒の友であると演説したが、イスラム教徒を数多くハントに収めるイギリス、フランス、ロシアを刺激した。この演説はドイツがイスラム教徒と結託して、英仏路のイスラム支配体制を転覆しようと、くわ立てている証拠として、英仏路に後々まで引用された。1903年からは、ドイツ資本のバグダード鉄道が、 鉄道建設を本格化させる。ベルリン、ビザンティン、バグダードを結んで、ドイツの影響力をペルシャ湾まで及ぼそうとした。しかし、サンバイト政策は、ロシアのバルカン、中近東への南下政策やイギリスのカルタッタ、カイロ、ケープを結ぶ、3C 政策に脅威となるものであった。A ・フツロが激しく反発し、バグダード鉄道の鉄道建設は大幅に遅れ。 最終的に第一次世界大戦のドイツの敗戦によって挫折することとなる。1896年に南アフリカのイギリス植民地ローデシアの南アフリカ海社騎馬警察隊がボーア人国家トランスバール共和国の均衡を狙って同国に侵入したジェームソン侵入事件においてビルヘルム2世は鎮圧に成功したトランスバール共和国大統領ポール・クリューガーに当てて 祝電を送った。この祝電は、ジェームソン侵入事件を批判するイギリス以外のヨーロッパ諸国からは称えられたが、イギリスとの関係は悪化した。祖母、ビクトリア女王からも手紙が送られてきて、苦言を提出された。これ以降ビクトリアは、様々な理由をつけて、ビルヘルム2世の放映を拒否するようになり、再び放映を許されたのは1899年になってのことだった。 ドイツ包囲もドイツもイギリスとの関係回復は常に図ろうとしていた。1899年11月にビルヘルム二世は放映を行いアングロサクソン族とチ中トン族の大同盟構想を提唱したが実現しなかった。1899年9月に真でギワダンの乱が発生し中心ドイツ公使クレメンス・フォンケー・テラー男爵がギワダンによって殺害されると ビルヘルム2世は直ちにアルフレート・フォン・バルダーゼー白尺元帥率いる遠征軍を清に派遣した。バルダーゼーは8カ国連合軍全体の最高司令官にも就任した。8カ国連合軍は北京を占領した。この際にドイツはイギリスとの間に様子高協定を締結している。しかしドイツは完全にイギリス側に立ってロシアと対立する意思はなく、 満州の権益問題をこの協定から外している。これは極東の権益問題においてロシアを牽制しておきたいイギリスの希望を満たすものではなかった。1901年にもドイツはイギリスに同盟を提案しているが、この時もドイツはロシアと決定的な対立を従らなかったため、同盟は実現しなかった。結局イギリスは栄光ある孤立を放棄する相手として、 ドイツではなく日本を選び、1902年に対ロシアを目的とした日英同盟が締結される。こうした状況の中、ドイツはロシアとイギリスを東アジア植民地化をめぐって対立させることで、ドイツの国際的地位を有利にしようとした。またこの頃からビルヘルム2世は、側近の中国で対等する日本に警戒心を持つようになり、効果論を固め、 ロシアを助ける必要性を感じるようになっていた。一方イギリスはロシアを抑えるため日本を支援した。またイギリスは日露戦争回戦とともにフランスに接近し1904年4月8日に英仏教書を締結している。これはフランスがエジプトにおけるイギリスの権益を認める代わりにイギリスはフランスがモロッコを植民地化することを認めるというものだった。 これに対抗して、ビルヘルム2世は1905年3月31日に突然モロッコのタンジールを訪問し、フランスに反感を持つスルタンにモロッコ独立を支援することを約束した。ビルヘルム2世のこの行動は長らく彼の好戦的性格の表れとされてきたが、今日ではビルヘルム2世はこの訪問に消極的で最小ビューローと外務省、交換ホルシュタインが イルヘルム2世に強要してやらせたものであることが判明している。ドイツはフランスに対してモロッコ問題の国際会議を求めた。フランス首相モーリス・ルービエが対独強硬派のフランス外相テオフィル・デルカスセを辞職させた結果、1906年1月から4月にかけてアルヘシラス会議が開催された。最小ビューローは同盟国のイタリア、オーストリア、ハンガリー、そして 文庫解放を国勢にするアメリカがドイツの立場を支持するだろうと思っていたが、実際には全くそうならなかった。アメリカもイタリアも英仏を支持し、同盟国オーストリアさえも消極的にドイツを支持するに止まり、結局ドイツはアフリカのフランス領の一部で何も資源のない領域のドイツへの活用だけで譲歩せざるを得なくなった。ドイツの孤立が深まっただけの結果となった。 1905年、ロシアの軍服を着るドイツ皇帝ビルヘルム2世とドイツの軍服を着るロシア皇帝ニコライ2世。1905年7月24日にビルヘルム2世はロシア皇帝ニコライ2世とフィンランド湾のビオルケ水道で会見し、ビオルケの水役を結んで、ドクロのどちらかが第三国から攻撃を受けた場合、他方は、 ヨーロッパにおいて軍事的支援を行うことを約束した。しかしロシア側はフランスとの同盟を理由にあくまでこれを密約とし、さらにロシア外相セルゲイビッテがロシアに何の得もない約束であるとニコライ2世に上奏したこともあり、最終的にこの密約はロシア側によって葬られた。日露戦争は結局ロシアの敗北に終わる。 イギリスはもはや東アジアの権益問題において、ロシアは脅威とはならないと判断し、むしろ中近東権益問題や、権韓競争の相手であるドイツを危険視するようになる。イギリスはロシアとの接近を開始し、1907年に英露協商が成立した。日本も同盟国イギリスに習い、日仏協約、ついで日露協約を締結した。 着実と進むドイツ包囲網にビルヘルム2世は焦っていた。日露戦争後、中国分割、文庫解放政策をめぐって、日米の対立は深まった。この状況を見てドイツは、アメリカ、清と反日同盟を結ぼうとした。反日、繁栄の清はこれに乗り気だったが、アメリカにはイギリスと対立する意思はなかった。日本外相 小村寿太郎もこの動きを警戒して先手を打ち1908年に日米協商を締結している。最終的に1910年から1911年にかけてアメリカはドイツと距離をとってイギリスに接近するようになり、これを受けてイギリスもこれまでの反米姿勢を修正して1911年に更新された日英同盟から 日米戦争発生時の日本援助義務条項を削除した。こうしてドイツに好意的な国は貧弱な清とオスマンだけという厳しい状態となった。前述したが1908年10月28日にイギリスの新聞デイリー・テレグラフにイギリス軍大佐とビルヘルム2世の対談が掲載された。その対談でビルヘルム2世は自分は 新英論者であること、そのために自分はドイツ国内で孤立していること、また防ア戦争の際に露出両国から大英大陸同盟の働きかけがあったが自分はそれに乗らなかったこと、防ア戦争においてイギリスが勝利できたのは自分の案のおかげであること、ドイツ艦隊の増強はイギリスをターゲットにしたものではないことなどを主張した。ビルヘルム2世としては 英国の反独感情を和らげようとして行った対談だったのだが、ドイツ皇帝の不存な態度に帰って、イギリス世論が反発し、露仏も激しく反発してドイツはますます孤立してしまった。モロッコで起こった反フランス暴動を鎮圧すべく、出動したフランス軍に対抗して、ドイツ外相キラーレンの主導で、ドイツ政府は1911年7月1日にアガディールに艦隊を派遣し、 モロッコの領土保全と文庫解放を訴え、フランスのモロッコ権益を犯そうとして対立を深めた。ドイツはモロッコ問題から手を引く条件として、フランス領、今後のドイツへの譲渡を要求し、中央アフリカへの進出を狙ったが、イギリスがフランス断固支持を表明したため、結局ドイツが新たに獲得した植民地は大して価値のないドイツ領カメルーンの領土拡大だけだった。 1912年春にイギリスは陸軍大臣ホールデン施設を団長とするホールデン施設をドイツに派遣し、英独の交渉が行われたが、どちらも目標を達することはできなかった。ドイツが求めた大陸戦争が発生した場合のイギリスの中立の保障はイギリスによって拒否され、イギリスが求めた県間競争の休戦の提案はドイツ側が拒否した。 最初、テオバルト・フォン・ベートマン・ホルベークは、海軍の軍備増強に制限をかけることに、前向きだったのが、海軍大臣ティルピッツがこれに強行に反対した。ビルヘルム2世も、ティルピッツを支持したため、最終的に拒否することとなったのであった。大元帥としての軍務ビルヘルム2世が即位すると間も、なくヘルム・ウト・カール・ベルンハルト・フォン・モルト計画爵が、退役を希望した。ビルヘルム二世は、 退役を認可し、1888年8月10日に、参謀次長アルフレート・フォン・バルダーゼー伯爵を代わりの参謀総長に任じた。バルダーゼーは、即位前からビルヘルム2世と親しくしていた人物であり、最初、ビスマルクの失脚にも一役買った。しかしバルダーゼーは、伝統的なプロイセン軍人らしく、陸軍像教論者であったため、 植民地拡大のために海軍を増強したがっていたビルヘルム2世と意見対立を深めた。ビルヘルム2世はバルダー勢を降鉄して1891年1月31日にアルフレート・フォン・シュリーフェン伯爵を参謀総長に任じた。ビルヘルム2世は参謀総長は一種の初期官として世の側によればよい。従って 世にはもっと若い参謀総長が必要であると述べた。シュリーフェンは、決戦兵器がすでに騎兵から、即射兵器に移っていることを強く認識し、騎兵は、遠方偵察用と割り切るなど、軍の近代化を進めた。当たり前のことのようであるが、当時のプロイ戦軍は未だ騎兵進行などの保守主義が、蔓延していた。不屈戦争では、気球も、機関銃もないプロイセン軍が勝利したという、 成功例もそれを後押ししていた。ただしシュリーフェンは、ビルヘルム2世の機嫌を損ねることは、決してしなかった。ビルヘルム2世は、騎兵突撃を愛していたので午前演習では常に、クライマックスに、騎兵突撃が行われたが、シュリーフェンはこれに抗議をすることはなかった。陸軍増強のための予算が、海軍の嫌韓費に流用されても抗議することは、なかった。 露仏の同盟関係が強化されていく中でシュリーフェンは、ロシア・フランスと戦争になった場合、対ロシアの東部戦線は最低限の兵力でもって、対処し、対フランスの西部戦線の右翼に戦力を集中させ、ベルギーの中立を犯して通過し、北、フランスへなだれ込み、南下して、パリの背後に出て、そこから、 スイス国境まで北進するというシュリーフェンプランを1897年から1905年にかけて策定した。この案によれば、ロシア軍が東プロイセンに進行してこようが、イギリス軍がデンマークに上陸してこようがすべて無視し、対フランス戦に集中して、フランスを6週間で片付け、叱る後に、それらの敵と対峙することになる。1903年末に、ビルヘルム二世は、 参謀総長シュリーフェンに、この絵第一不評師団長、ヘルムートヨハンルートビヒホンモルトケ中将を参謀次長に任じる旨を告げた。ショーモルトケは、大モルトケの老いにあたり、かつておじの副官として、よく宮廷に出入りし、ビルヘルム二世から、ユリウスというあだ名で呼ばれるほど皇帝と親したし、間柄だった。このに、軍事的意味は、ほとんどなく、ビルヘルム二世は、 モルトケのブランド名に惹かれていただけであるという。シュリーフェンはショーモルトケを評価していなかったが、シュリーフェンは古風な上流階級出身者だったから、皇帝の意向には黙って従った。1906年にはショーモルトケを参謀総長に任じた。ショーモルトケはシュリーフェンプランの修正を開始した。折しもドイツ軍はフランス軍の 第17号作戦計画を掴んでいた。それによると、フランス軍はロートリンゲンに攻撃をかけてくるつもりであった。そこで、左翼軍であるロートリンゲンの第6軍、アルザスの第7軍からも攻勢を開始させることとした。これにより、右翼軍は若干規模を縮小されることとなった。海戦ヨーロッパ列強諸国間の対立は強まり、1910年以降には、 ヨーロッパ各国で近い将来の軍事衝突は、不可避との認識が共有されるようになり、各国は軍閣に力を入れる。1914年6月28日に、ドイツの同盟国オーストリア・ハンガリー帝国交代しフランツ・フェルディナント大公夫妻が、ボスニアのサラエボを訪問した際に、セルビア人民族主義団体に所属する、セルビア人学生により暗殺された。同地は、 セルビア人が多数であったため、隣接するセルビア王国にアイデンティティを感じて、オーストリアの支配に反発するものが多かったのである。オーストリア政府は暗殺の背後に、セルビア王国がいると主張し、セルビアに対して戦争をもじさない態度で臨んだ。しかし、セルビアのバックには、ロシア帝国がおり、戦争となれば、ロシアからセルビアへの軍事援助が予想されたので、オーストリアとしては、 ドイツの支持を取り付ける必要があった。1914年7月5日に、ビルヘルム2世は、オーストリア大使に対して、ロシアが介入した場合はドイツがオーストリアを援助する、ことを約束し、セルビアとの戦争を決意しているなら今が最も、有利な状況であると述べた。翌7月6日には、最小ベートマンもオーストリアに支援を約束する、白紙人情を与えた。 ドイツの支持を取り付けたオーストリアはセルビアに最後通帳を送る。7月25日にオーストリアはセルビア政府の回答を不服としてセルビアとの国交を断絶。7月28日にオーストリアはセルビアに戦線を布告しセルビア首都ベオグラードへの砲撃を開始し第一次世界大戦が勃発した。7月31日にロシアが動員令を発令すると ドイツも8月1日に総動員令を布告し、ロシアに対して戦線を布告した。同日ウィルヘルム2世は国民に向けて、世はいかなる党派の存在も知らぬ。あるのはただ、ドイツ人のみであると演説し、挙国一致を求めた。8月3日には、ロシアの同盟国であるフランスにも戦線を布告した。イギリスはドイツに対して、ベルギーの中立を守るよう要請したが、 シュリーフェンプランにしがみついていたドイツ軍部としてはベルギーへ進行しないわけにはいかなかった。ドイツは8月4日にベルギー領へ進行を開始したが、これを不服として同日イギリスはドイツに戦線を布告した。ビルヘルムにセイラドイツ指導部が開戦を焦るかのような行動を取ったのにはいくつか理由がある。まずオーストリアはドイツに残された最後の同盟国であり。 オーストリアの動揺はドイツにとって死活問題であった。オーストリアは確実にドイツ側につなぎ止めておかなければならないし、ロシアが3バイト政策の妨害をしてこないよう抑えつけておきたかった。またイギリスは歴史的に東ヨーロッパにほとんど関心がなかったので、少なくともイギリスは即座には介入してこないだろうと考えられたことがある。さらにヨーロッパの反動の取り出である。 ロシア帝国との戦争ならば帝国議会第一党であるドイツ社会民主党から戦争支持を期待することができた。そしてもう一つ大きな理由にドイツ軍部が1916年か1917年にはドイツ軍のロシア軍に対する軍事的優位が消滅すると考えていたことがある。参謀総長のショーモルト家は1914年6月に 戦争は早ければ早いほどドイツに有利であると述べている。こうした軍部の焦燥がビルヘルム2世はじめ政治指導者にも伝染していた。大戦前期1915年のビルヘルム2世シュリーフェンプランに基づいてドイツ軍は西部戦線を主戦場としベルギーを通過して北フランスに進撃した。一方東部では ロシア帝国陸軍が迅速に動員準備を完了させて東プロイセンへ攻め込んできたがパウルフォン・ヒンデンブルク大将とエイリヒルデンドルフ少々率いる第8軍がこれを撃退した。しかしこの際に参謀総長のショーモルトケは2個軍団を西部戦線から引き抜いて東部戦線へ送った。結果シュリーフェンプランが求める西部戦線の右翼の強化がうまくいかなくなり、 9月5日から9月10日にかけての連合軍の反撃においてドイツ軍の進攻は停止してしまった。ドイツに迅速なる勝利を約束するはずだったシュリー・フェンプランは早々に挫折した。ビルヘルム2世はショーモルト家を更迭し、代わって1914年11月3日付でプロイセン陸将エーリッヒホン・ァルケンハインを参謀総長に任じた。 ファルケンハインは差し当たって、ドイツ軍をベルダンディームの4路線まで後退させた。ファルケンハインは、最小ベートマンに対して、この戦争が望ましい結果に終わることは、疑いないが、それがいつ、どこで、どんな形で達成されるかは、現状全く予想できないと述べている。1914年クリスマスまでには、西部戦線は、こ着状態となった。 当時の兵器水準では防御の方が攻撃に勝ったため大量の戦死者が発生する残酷戦などの消耗戦になった。戦線がなかなか動かなかったためベルギーの大部分と北フランスの主要な工業地帯は大戦中ドイツ軍が占領し続けた。ヒンデンブルクとルーデンドルフの指揮する東部戦線も苦戦していた。オーストリア軍がレンベルクの戦いでロシア軍に敗れて ガリツヤ方面は危機に陥った。ポーランドでもロシア軍と中央同盟国の一進一体の膠着状態が続いた。ヒンデンブルクやルーデンドルフは東部戦線の増強を求めたが、参謀総長ファルケンハインはなおもシュリーフェンプランの新翼作戦を実行すれば西部戦線を打開できると信じていたので応じなかった。ビルヘルム2世は東部戦線増強派と、 西部戦線造教派の論争を見守るだけだったが、1915年7月2日の防前での午前会議では、ファルケンハインを支持して、東部戦線での大作戦に反対した。開戦後イギリスは、ドイツ経済を締め上げるために、海上封鎖を開始した。戦争1年目はドイツが、物資の面で十分に準備していたこともあって、大きな食糧混乱は発生しなかったが、年を減るごとに、 ドイツの食糧事情が悪化することは明らかだった。ドイツはイギリスの食糧事情も悪化させようとイギリス周辺海域の船をすべて潜水艦、U ボートによって沈めるという無制限潜水艦作戦を開始した。しかしこれはアメリカ国民やアメリカ船籍が巻き添えを食うとして中立国アメリカが衆国の反発を招いた。アメリカの抗議に応じて ドイツ政府は1915年8月に今後は無警告で客船を撃沈しないことを約束した。ついで9月にはアメリカ船舶が攻撃を受ける可能性を減少させるために英仏海峡やその西側から U ボートを引き上げた。無制限潜水艦作戦は特に最小ベートマンが反対していた。ベートマンはアメリカを強国と認識し、アメリカ参戦だけは 回避せねばならないと考えていた。対して軍部はアメリカを軍事小国と過小評価していた。海軍大臣ティル・ピッツはなおも無制限潜水艦作戦が勝利の切り札であると主張し続けたため、ビルヘルム2世は最小ベートマンの進言を受け入れて1916年3月にティル・ピッツを解任した。サンバイト政策やドイツ人軍事顧問採用など、かねてから進読的だった。 オスマン帝国は1914年10月29日にロシア軍に攻撃を開始し中央同盟国側で参戦した。これは戦争前期のドイツ外交の成功の一つであった。オスマンの参戦でブルガリア王国の重要性が増し、連合国人営と 中央同盟国陣営は揃って、ブルガリアを自陣営に引き込もうと必死になったが、結局ブルガリアは1915年9月にドイツと同盟して、中央同盟国側で参戦した。1915年4月末に、イープルにおいて、ドイツ軍が初めて新兵器毒ガスを戦場で大量使用した。連合軍も、直ちに塩素ガスを毒ガス兵器として使用するようになった。 以降、両陣営での毒ガス兵器の使用が向上化し、ホスゲンガス、ジホスゲンガス、そしてついには、無色無臭のマスタードガスが開発されて戦場は地獄と化した。一時大戦において、両陣営が使用した砲弾の4分の1は、毒ガスを詰めた化学砲弾であったと言われている。年末から、ファルケンハインは、本格的に西部戦線に重点を移し、 1916年2月に、ベルダンの戦いを開始した。対戦後期、ルーデンドルフ独裁一時対戦中のビルヘルム二世、祈るビルヘルム二世ファルケンハインが発動した、西部戦線のベルダンの戦いは思わしくなく、また、彼が東部から兵力を引き抜いた後に、東部戦線で、ロシア軍のブルシーロフ攻勢など一連の攻勢があったことで、彼の面目は潰れた。 ファルケンハイン解任を求める声が各方面から強まり、ビルヘルム2世も無視できなくなった。1916年8月27日、ルーマニアが連合国側で参戦したのを機に、ファルケンハインは更迭されることとなった。ビルヘルム2世は公認の参謀総長に国民人気の高いヒンデンブルクを任じた。参謀次長には彼の参謀長であるルーデンドルフを任じた。 これは、文官政府の力だけでは、国内の政治状態を収めるのは難しくなってきたと判断した最小ベートマンの推薦によるものだった。しかし、ビルヘルム2世自身は、ヒンデンブルクとルーデンドルフが好きではなかったという。これ以降のドイツの戦争は、実質的にルーデンドルフによって指導されるようになった。彼は、ビルヘルム2世やベートマン、帝国議会など、 政治指導者に干渉して、ルーデンドルーフ独裁と呼ばれる時代を築くこととなった。依然として、ビルヘルム2世は、軍の大元帥、最高司令官ではあったが、開戦以来、薄かったその存在感が、ますます薄くなり、もはや陸軍最高司令部と、帝国議会多数派の間をうろうろするだけの、周辺的存在に過ぎなくなってしまった。戦争開始から、初めの2年ほどは、 最小ベートマンの指導のもとに、木内平和体制と称する全政党、労働組合に政府への協力を求める巨国一致体制が構築され、戦争目的論争は締め出されていた。ところが、戦時国際発行のたびに、最小ベートマンが戦争の見通しを帝国議会で説明せねばならず、そうした中で1916年以降になると、帝国議会内でも、 戦争目的をめぐって二つの党派が出現した。勝利の平和を主張する右派勢力と和解の平和を主張する左派勢力である。勝利の平和はドイツの戦況を考えるとあまりに現実離れしており、和解の平和の立場が強まっていった。和解の平和を最初に唱えたのは社民党であった。1917年になると社民党のみならず中央党や シンポジン民党なども和解の平和を支持するようになった。1917年3月にはロシア革命により300年続いたロマノフ朝のロシア帝政が崩壊した。ドイツ国民の間にも講和を期待する声が高まり、反戦運動や政府に改革を求める運動が活発になった。3月末には帝国議会内に内政改革を求める憲法委員会が創設された。 こうした動きに対応して、ビルヘルム2世は4月7日に発表した復活再直所の中で、戦時中にプロイセン選挙法改革の準備に着手して、戦後に実施すると約束した。4月ストライキを経て、社民党や中央党など帝国議会多数派の動きは、さらに活発化した。最小ウェートマンは、和解の平和論には乗らなかったが、選挙権問題など内政問題で、 帝国議会多数派に情報を決めた。ベートマンの求めに応じて、ビルヘルム2世は7月11日に、プロイセン王国政府に対して3、東級選挙権制度を改めて平等選挙を胸とする選挙法改正を命じる直証を出した。なが帝国議会多数派は、ベートマンの努力を評価することはなく、彼を批判し続けた。1917年2月に、 ドイツ外相がメキシコに送ったアメリカ参戦の場合、ドイツはメキシコと同盟を結ぶ用意があり、テキサス州、アリゾナ州、ニューメキシコ州の中の旧メキシコ領を取り戻すのを援助してもよい。ドイツには日本と単独講和の準備があり、その後実属済みで反米同盟を締結したいという電報がイギリス軍に傍受され、イギリスはこれをアメリカに通達した。 激怒したウッドロー・ウィルソン大統領は電報を国民に公表しアメリカの反独感情が強まった。さらに1917年2月からドイツ海軍はイギリスに対する無制限潜水艦作戦を再開した。かねてからドイツの潜水艦作戦に迷惑していたアメリカはついに1917年4月6日にドイツに戦線を布告した。最小ウェトマンは アメリカの参戦を防ごうと無制限潜水艦作戦再開に反対していたが、ルーデンドルフラ軍部は相変わらずアメリカを過小評価し、またアメリカはすでに実質的に参戦しているも同じと主張して強行したのであった。選挙法の問題や無制限潜水艦作戦をめぐる問題でのベートマンの弱腰は帝国議会少数派の保守派や、 ルーデンドルフら陸軍最高司令部から批判にさらされた。また、帝国議会多数派もベートマンを平和的でないとみなしていたため、陸軍最高司令部によるベートマン排斥の動きに協力した。ヒンデンブルクとルーデンドルフは辞職をちらつかせて、7月13日にビルヘルム2世にベートマンを罷免させた。帝国議会多数派は、 後継の最小を押すことができなかった。一方、ルーデンドルフは後任に、元最小ベルンハルト・フォンビューロー公爵か元海軍長官、アルフレート・フォンティル・ピッツを考えたが、この二人はかつて、ビルヘルム二世が解任した人物であったからビルヘルム二世から反対があり、結局先日陸軍最高司令部に来て、ルーデンドルフらの覚えが良かった。 戦時食糧管理長時間ゲオルクミハエリスが就任することとなった。全くの無名の人物であり、ビルヘルム2世はまだ見たこともない人物だがと呟いたという。ミハエリスは陸軍最高司令部の忠実な代弁者として行動し、陸軍最高司令部の軍事独裁体制が完成した。帝国議会多数派も敗戦を避けるためには、 陸軍最高司令部に協力するしかない面があった。議会外に勝利の平和を主張する超党派組織として、ディルピッツを議長とする祖国党が結成され、125万人の会員を有するに至った。この組織の活動は、ファシズムの先駆けとも言うべきものであり、プロイセン選挙法改正の審議にも影響を与え、結局敗戦までプロイセン議会が、 選挙法改正を認めることはなかった。しかし1917年夏に最初の水平の反乱があり、さらに軍事工場でのストライキはどんどん革命的になってきた。こうした情勢の中ミハエリスは帝国議会と対立を深めて不信任を突きつけられた。これを受けてビルヘルム2世は陸軍最高司令部からの抗議を無視してミハエリスを解任した。 帝国議会多数派の承認を得てから、バイエルン王国最小オルクフォンヘルトリング伯爵をドイツプロイセン最小に任じた。また、シンポ人民党のフリードリヒホンパイアーが副最小に任じられた。ただしヘルトリング自身は議会主義に反対する保守的な人物であった。1918年1月にはベルリン、ハンブルク、キール、ライプツヒ、ニュルンベルクなどで 軍事工場労働者の反戦ストライキが勃発した。100万人も参加したストライキとなったが、軍部や政府は指導者逮捕、スト参加者の徴兵、戒厳状態の強化などの強行措置で臨んだ。しかし1月放棄の弾圧はますます国内に革命の火種を撒き散らすこととなった。一方選挙区は悪化が続いていた。ドイツ軍は連合軍の攻勢に先んじて、 戦線を後退させ、強固な残酷陣地帯、ジークフリート線を構築して、防御を固めた。1917年4月のアラス海戦では、連合国が初めて戦車を投入してきた。1917年11月末のカンブレーの戦いでは400両も投入してきた。対するドイツは、不可欠兵器である飛行機や、輸送車両の生産だけで、手一杯で、 戦車まで余力が回らなかった。第二次大戦では戦車大国として知られたドイツだが第一次大戦では戦車小国であった。しかし東部戦線ではドイツは勝利を得た。革命で混乱するロシアにドイツ軍はどんどん進撃しロシアの首都に迫ったためウラジービル・レーニン率いるロシア革命政府は屈服して1918年3月3日にドイツとの間に ブレストリトフスク条約を締結した。この条約で、ウクライナ、バルト三国、フィンランドなどがロシアから独立することとなった。3月5日には、ロシアの公園を失った、ルーマニアも降伏し、東部戦線は終結した。ロシア脱落を受けて、ドイツ軍はアメリカが本格参戦してくる前に、西部戦線に最後の攻勢をかけることにした。 ドイツ軍は1918年3月から7月にかけてカイザーシュラ派と作戦を行った。ドイツ軍は8月初めにはパリまで80キロまで迫ったが第2次マルヌ海戦でフランス軍、アメリカ軍の反撃に遭い、ドイツ軍はマルヌ川の向こうに押し戻された。以降戦いの主導権は連合軍に奪われた。1918年8月8日アミアンの戦いで オーストラリア軍にドイツ軍の戦線が破られた。ルーデンドルフはこの日をドイツ陸軍暗黒の日と称した。以降戦況の主導権は完全に連合軍が握り、アメリカ軍が中心となって、ドイツ軍陣地が次々と落とされ、ドイツ軍は交代を重ねることとなった。大戦末期、ドイツ革命ドイツの敗戦が近づく中、同盟国は次々とドイツから離れようとした。 1918年9月14日にはオーストリア・ハンガリー帝国が9月25日にはブルガリア王国が連合国に急戦を懇願した。1918年8月末以降ドイツ軍部にも兵士の大量投降や戦意喪失の報告が次々と入ってきていた。ルーデンドルフは戦況を絶望しするようになった。 ここに来てヒンデンブルクとルーデンドルフは9月28日に政府に対して一刻も早くウィルソン米大統領の提唱する14カ条の平和原則を受け入れて休戦協定を結ばなければならないそのためにも政府を改革して議会主義に基づく政府を作らねばならないとする通帳を送った外相ヒンセモコの見解を支持し敗戦による下からの革命を防ぐため 今のうちに上からの革命を推し進めねばならぬと主張した。ビルヘルム2世はこの時まで選挙悪化を認識していなかったので軍部の提案に驚いたが結局は軍部や外相の言い分を認めた。議会政治に反対していたヘルトリングは最小を辞することとなった。10月3日公認のドイツプロイセン最小に自由主義者として帝国議会から評価が高かった。 バーデン対抗マクシミリアンが認じられた。マクシミリアン自身は政党人ではなかったが、社民党、中央党、新法人民党の3党がマクシミリアンを支持して与党を構成していたため、ドイツで初めての政党内閣となった。敗戦が確実になった今、ルーデンドルフは自分の権力をできるだけ他の者のに引き渡して敗戦責任を分担させたがっていたので、 マクシミリアンが権力を握るのに苦労はなかった。軍部独裁は終焉し、ドイツ史上初の政党政治が始まった。マクシミリアンは、アメリカ大統領ウィルソンと電報をやりとりして、急戦交渉を要請したが、ウィルソンからは10月23日の回答で、軍国主義と王朝的専制主義の除去を求められた。ドイツ国民の間では、ビルヘルム二世の退位を求める声が強まった。 マクシミリアンは急戦協定反対派に転じたルーデンドルフの悲鳴をビルヘルム2世に要請し、これを受けてビルヘルム2世は10月26日にルーデンドルフを解任した。公認の参謀次長にはビルヘルム・グレーナーが就任した。しかし、退位はする理由がないと拒否した。10月28日に憲法改正が告示され、議会主義に基づく、 一見君主制が導入された。しかし、皇帝体験に関する規定が曖昧になっていたことなどから皇帝権力を温存し、偽装議会主義に交代させる可能性を留保しているとして批判を集めた。結果憲法改正はドイツ国民の印象にほとんど残らず、革命を求める機運は収まらなかった。退位したくないビルヘルム2世は10月29日、 戦況を確認するという名目で不穏な空気に包まれるベルリンを離れてベルギーのスパに置かれている大本営に移動した。時間が経てば状況が変わるかもしれないと何の根拠もなく浅はかにも期待したのである。しかし当然ながらこれによってベルリン市民の民心はますます皇帝から離反した。10月末にミルヘルムスハーフェンにおいて無謀な作戦への動員を 命じられた水兵たちが反乱を起こした。続いて11月4日に、キール市でも水兵が反乱を起こし、労働者がこれに合流してキールは、老兵協議会によって実行支配された。同様の運動が凄まじい勢いで、ドイツ全土に広がり、ドイツの主要都市はすべて、老兵協議会によって支配された。11月7日には、バイエルン王国において、 クルト・アイスナーが中心となって王政打倒の革命が発生し、長き歴史を誇るビッテルスバッフ派王家が滅亡した。これがきっかけとなって、他のドイツ帝国諸法でも王政打倒の革命が続々と勃発し、ドイツ帝国諸法の全君主が対を余儀なくされた。ベルリンでも革命熱が収まらなくなり、十一月七日に社民党は最小マクシミリアンに対して、 皇帝と皇太子の退位を要求し、それが実現できぬ場合は、政権から離脱すると通達した。ただし社民党のこの要求は決して皇室廃止を求めるものではなかった。皇太子、ビルヘルムの長男ビルヘルムへの後為継承については、この時点では、極左の独立社会民主党と極右の国家保守党を除いて、全政党に受け入れられていたのである。しかしこの期に及んでも、 ビルヘルム2世は、ベルリンにいるマクシミリアンから電話で受けた、退位要請を拒否した。大本営では、前線部隊を率いて、国内の革命運動を鎮圧しようなどという、現実離れした議論さえ行われる始末だった。こういう封建的な空気の大本営にいた、ビルヘルム2世は戦争の勃発には自分に責任がないのだから退位せねばならない。いかなる理由もないと本気で盲執し上げていた。 結果なし崩し的に、皇室廃止に向かうことになってしまったのである。身体極まったマクシミリアンは11月9日午前中に、独断で、ビルヘルム2世が、ドイツ皇帝位、プロイセン王位から退位したと宣言した。皇帝くらいからは、退位したとしてもプロイセン王位からは、絶対に、退位しないと決めていた、ビルヘルム2世はこれに激怒した。しかし、グレーナーから、 革命運動の鎮圧は不可能であることを告げられた。さらにヒンデンブルクがビルヘルム2世に私は陛下がベルリンの革命政府に捕まるような責任を負うことはできません。オランダへお逃げになるしかありませんと進言した。ビルヘルム2世は怒りに震え部屋を歩き回っていたがやがてすべてを諦め静かな調子で外相ヒンツェに 亡命の準備をするよう命じた。11月10日早朝に特別列車でスパの大本営を立ってオランダへ亡命した。ホーエンツォレルン家の財産を何両もの貨車に満載して去っていった。似たような境遇にあったヨーロッパの王公たちの中でビルヘルム二世のように多額の財産を確保して国外退去した者は稀であった。マクシミリアンの後を受けた最初をフリードリヒエーベルトは 将来の国家体制に関する最終決定は留保したかったがフィリップ・シャイデマンがカール・リープ・プクネヒトを出し抜く意味で独断で共和国宣言をしてしまった財産だけ持って早々にドイツから逃げたビルヘルム2世に対する世論は悪化しており共和国宣言に大きな反発はなかった保守政党さえも共和国への移行は一時的には やむを得ないとする意見が大勢となっていた。オランダへ亡命したビルヘルム2世は初め公式な退位宣言をしないと決め、二人の皇太子にも同様の態度を取らせていた。しかし、結局1918年11月28日に退位宣言に正式に署名した。1933年9月、晩年を過ごしたドールン間の庭園で、オランダ政府は 政治活動の停止を条件に、ビルヘルム2世への受け入れを承諾した。連合国は、ベルサイユ条約第227条で、国際道義と条約に対する最高の罪を犯した、として、全皇帝としてのビルヘルム2世への訴追を決めた。この手続きは、成文法の違反ではない新しい法概念に基づく、ものであり、後の、平和に対する、罪の法が的前例となった。 イギリス政府は講和会議以前からオランダ政府に対してビルヘルム2世の身柄引き渡しを要求し続けていたがオランダ政府はビルヘルム2世を拘束しておらずまた彼が引き渡しに関するオランダ国内法に違反していないため引き渡しはできないとして1920年1月21日に正式に拒否通告を行った連合国は重ねて引き渡し要求を行わず 欠席裁判を行うこともなかった。以降、ビルヘルム2世はその島での23年間をオランダで過ごすこととなった。少数の謹慎を従えながら、ユトレヒト州ドルンの上官で貴族として安楽な余生を送り、かつての進化を罵りながら趣味として木を打って過ごした。またこの間に2冊の回顧録を表している。ビルヘルム2世は過去を帰り見て自分の単位については、 マクシミリアンとヒンデンブルクに連帯責任があるが、亡命の責任は完全にヒンデンブルクにあると確信するようになった。1921年のヒンデンブルクとの所簡のやり取りでヒンデンブルク本人に自らの責任を認めさせている。一方でヒンデンブルクは大統領になった後に保守政党国家人民党にビルヘルム2世の退位について追及されるたびに、それは グレーナーに言うべきであると言って、自らの責任を否定している。1921年4月11日に、アウグステ・ビクトリア皇后が崩御し、1922年11月5日、ビルヘルム2世は、2位系、ロイスコーンのヘルミーネと再婚した。ビルヘルム2世は63歳、ヘルミーネは35歳の未亡人であり、この再婚は世界を驚かせた。ビルヘルム2世は、 オランダ亡命中も常に福井の希望を抱いており、戦後もドイツの応答派や右翼勢力に対して一定の政治的影響力を保っていた。ドールンを訪れた喜劇作家に贈呈した写真には、陳ここに何時ら新民が今日までに決定したすべてのことを無効とする、ビルヘルムと冗談か本気かわからない文句を書き添えた。 一方で中オランダドイツ大使は1926年1月にグスタフ・シュトレーゼーマン外相に送った報告書の中で皇帝は政治について様々な意見を述べながらも現在の生活状態を改善したいという希望は持っておられません。皇帝の現状は極めて快適であり、心身ともに平穏でおられます。と書いている。ドイツ旧王公たちはドイツ帝国時代に 自分の統治下にあった州に対して土地や財産の返還請求を求めていたが、ビルヘルム2世もプロイセン州政府に対して同様の交渉を行っていた。1926年、ドイツ社会民主党は長期化する王公たちとの裁判に疲れ、恩恵な法的解決を図ろうとした。それに乗じて、ドイツ共産党が強硬な法的解決、すなわち、 王公財産没収法案を国会に提出した。ヒンデンブルク大統領は、法エンソレルン家の財産を守るべく、私有財産に対して法的解決を行うのは憲法違反として反対した。結局この件は国民投票にかけられることとなり、君主派と共和派の激しい争いが繰り広げられた。ちなみに、ナチ党内でもこの件については意見が分かれた。 ナチス・サハのグレゴール・シュトラッサーは、王公財産没収に賛成したが、一方アドルフ・ヒトラーは、王公財産没収をユダヤ人のペテンとして批判し、王公よりユダヤ人から財産を没収せよと主張して、シュトラッサーの意見を退けた。結局国家人民党や鉄株都団など、保守勢力の大反対運動により、王公財産没収法案は退けられたが、 賛成票が1450万票も入ったことについて、ビルヘルム2世はドイツには1400万人もの不動徳官がいると不満を述べた。ヒンデンブルクは定政復古論者でビルヘルム2世の福意を主張していた。一方、ブリューニング首相は本人ではなく孫を帰国させて定政復古する案を持っていたが、ヒンデンブルク大統領はビルヘルム2世への忠誠にこだわった。 1934年死去したヒンデンブルクは遺言で、ビルヘルム二世の孫であるルイ・フェルディナントを迎えた、帝政復興を言い渡したが、首相となっていたヒトラーは、この遺言を握りつぶしたという、ドイツ本国に泊まっていた第四王子アウグストが、NSTP に入党した。また1931年には、ヘルマン・ゲーリングがオランダを訪れて、ビルヘルム二世に面会している。しかしヒトラーが、 反転性復古派だと知ると、ナチス支援も消極的になっていった。一方で、第二次世界大戦のナチスドイツの戦争遂行に全面的に賛同していた。ポーランド侵攻について、ビルヘルム2世は、今度の戦役は強担すべきあり、伝統的プロイセン精神によって遂行されたと、称賛した。1940年5月、自身の亡命先であるオランダに、 ドイツ軍が侵攻した際には、イギリスのチャーチルからビルヘルム2世に対して、イギリスへの亡命の勧めがあったにもかかわらず、これを拒絶して、オランダに残り、ドイツ軍の保護を受けている。さらに同年、かつて彼のドイツ軍が成し遂げることができなかった、パリ陥落を、ヒトラーのドイツ軍が達成したのを見ると、ヒトラーに対して、祝電を打った。1940年秋の手紙の中では、 今活躍しているドイツ軍の将軍たちはかつて私の教え子だった者たちである。ある者は将位として、ある者は大尉として、ある者は少佐として私のもとで世界大戦を戦ったのだと誇らしげに語っている。独祖戦が始まる直前の1941年6月4日、ビルヘルム2世は敗戦則のためドールンで報じたヒトラーの命により、 ドイツ軍による葬儀が行われた。ビルヘルム2世はまず、ドールン諮問の近くにある礼拝堂に葬られ、その後遺言に従って、死後ドールンの館の庭園に建設された霊廟に改装された。自身の案になる墓碑にはこう刻まれている。1941年6月9日のドールン。ビルヘルム2世の葬儀に参列する国家弁務官、財須イ,イコールインクバルト。中央の老人は、 アウグストフォン・マッケン全元衰。その後列左より、国防軍最高司令部長官代理、ビルヘルム・カナリス提督、空軍総司令官代理フリードリヒ・クリスチャンセン、航空兵大将、陸軍総司令官代理クルトハーゼ上級大将、海軍総司令官代理、ヘルマン・デン提督、カイザー・ビルヘルム・キンダーハイムの子供たちとビルヘルム2世の、 原画を宮廷画家のヘルマン・クナックフスが仕上げた、効果論に関する具合が、ヨーロッパの諸国民よ、ナンラの最も神聖な宝を守れ。1895年の夏に発表され、欧米諸国の首脳に配布された。この具合画は、効果という概念を世界に広めるのに、大きな役割を果たした、ビルヘルム二世紀の時代は、新種の気象と保守制度が混在した、過渡期だったが、それには、 皇帝個人の思考も大きく影響している。芸術的には、保守的で、ゲアハルト・ハウプトマンの作品のような自然主義文学を、排水口文学と呼んで否定しているが、技術的な進歩には非常な興味を示し、学術団体カイザーイコールビルヘルム協会を設立して科学者を援助した。しかし、自らは自動車や船に乗ることを恐れていたと言われている。道徳的にも、 保守主義が支配した時代であり、それは1907年のオイレンブルク事件によって象徴されている。ビルヘルム2世の個人的相談役、フィリップ・オイレンブルク公爵は、マクシミリアン・ハルデンの告発によって同性愛者とされ、それによって皇帝が公爵との絶好を余儀なくされた。しかし、ビルヘルム2世は1927年になっても、オイレンブルクを 献身的殉教者と呼んで高く評価している。ビルヘルム2世紀の独特な口髭はカイゼル髭として有名である。御用理発誌に髭の方向を整えさせていたのが大流行したものであるという。当時日本でもかなり流行したという。日常的に大酒のみだったわけではないが、必要に応じて酒は足しなんだ。しかしフランス嫌いからかシャンパンは嫌っていたという。 また、ビルヘルム2世は、ヘビースモーカーであり、若い頃には特注で作らせていた強いタバコを朝から晩まで吸っていたという。しかし後年には、健康を害する危険から控えるようになったという。ビルヘルム2世の直例には、ジャガイモは皮をつけたまま食べよ。しかし、どうしても皮を剥く必要があるなら、決して生のうちに剥くな。必ずふかすか、煮た上で剥くようにせよと。 そして、直令の後には、内務大臣の次のような注釈が添えてられていた。ジャガイモを生のままで皮を剥くと、皮に中身が11%もついて捨てられる。深かすかにるかしてから皮を剥くと、容易に薄い皮だけを剥くことができると。性格的に荒れずで、周囲に対してしばしば偏見を持って接していた。特に、アジア人に対しては過激な効果論者であり。 中国人は徹底して蔑視していた。義和団の乱ン圧のために、清に出生するドイツ兵たちに向けて、ビルヘルム二世は諸君が敵と思ったらすぐさま殺せ。慈悲は無用である。捕虜などという、まどろっこしいものは必要ないと演説している。日本に対しても三国干渉や、日露戦争の講和条約である、ポーツマス条約直後の際に、効果論を展開するなどした。 三国干渉が行われた直後の1895年の夏に、ビルヘルム二世が原画を描き、宮廷画家のヘルマン・クナックフスが仕上げた、偶意がヨーロッパの諸国民よ、ナンジラの最も神聖な宝を守れ。を、ビルヘルム二世が、ロシア皇帝のニコライ二世や、フェリックス・フォール・フランス大統領、ウィリアム・マッキンリーやメリカが衆国大統領らに配布したことにより、 効果論は世界にいるフるに至った。が、一方でドイツをモデルにして、近代国家建設に努力する日本については、東洋のプロイセンと呼んで評価していた。陸軍大演習の際、日本軍人に、日露戦争の日本軍の戦法を採用したと説明したり、ベルリンを散歩の際、居合わせた日本人留学生に声をかけて激励したこともある。 同じヨーロッパ諸国では非常なフランス嫌いで知られたほか、イギリスについては、ドイツはキリスト教国であるが、イギリスは反キリスト教的な自由主義の国と国評している。また、イギリスがフリーメイソンとユダヤ人に経済的に支配されていると信じており、二度の世界大戦も彼らが引き起こしたと主張していた。バルカン諸国を下に見ており、モンテネグロ王国について、 トルに足らない小国で、モンテネグロ王ニコラ一世を指して、バルカンの牛泥棒と言ってはばからなかった。またそのニコラ一世の末娘を王妃に迎えた、イタリア王、ビットーリオエマヌエーレ三世についても、背丈が低いことを揶揄して、北欧神話の精霊ドワーフに例えていた。他に反ユダヤ主義的な考えも持ってはいたが、1938年に、起きた水晶の夜事件については、自身が、 ドイツ人であることをためらうとの表現で、ナチスによるユダヤ人迫害を有料する手紙を娘のビクトリアル・イーゼに当てている。ビルヘルム2世は一般に第一次世界大戦の元凶とされている。しかしそれは多分に連合国士官であり、注意を要する。第一次世界大戦の客観的な研究が進み、ビルヘルム2世の仕業とされてきたことが、 実はそうでなかったことが判明しつつある。その最たるものはかつて改戦原因とされてきた1914年にビルヘルム2世が開いたというポツダム午前会議なるものが実は不存在だったこと。また、フランスとの緊張を高めた1905年のビルヘルム2世のタンジールの訪問も実はビルヘルム2世自身はモロッコ問題不干渉の立場だったことなどである。 フリッツ・フィッシャーの研究をめぐる論争以降、ビルヘルム二世だけではなく、ドイツ国家主導層が全体で世界大戦へ向かっていったことが歴史学の共通認識になりつつあり、そのため現在ではビルヘルム二世一人だけに世界大戦の責任を負わせる議論は過去のものとなっている。皇后アウグステ・ヴィクトリアとの間には以下の六ツオカズを設けた。5歳のヘルミーネとの間には、 子供はいない。ありがとうございます。